これ見るとさ、クラシックかっけえなと思うから。いや、かっこいいっすね。やっぱ足だな、レアみたいな足作って。たまたま僕のファンの子がいたんでね、茨城から2時間半かけて来てるってことなんで、ちょっと1セットだけ、いやー、すごい1セットだけ混ぜてあげる。いやー、えい、あげるあげる、しゃー、あお、いやー、あお、あお、あー、えい、あきたあげて、あきたあげて、いやー、いやー、米安のパーソナルお客さんなんですけど、ありがとうございます。2時間半かけて来てるんですよ。はい。すごいね。ちょっとでかっ。いや、全然。もうマッチョじゃん。ね、なんかゼノ来てくれてて、ありがとうございます。ちょっと、田舎っぽいですけど。いや、全然いいよ。ありがとうございます。なあ、茨城だから俺、福島だからすぐ下ですから。そうですね、はい。最初、ベリーコークしてる。いや、知ってますよ。本当に。めちゃめちゃポテンシャル高いの。すごい高い。すごい。来年、ノーキスの大会を一緒。汗の食い。して後悔してるそんな。一人やったらこれ絶対できないから、こういうのがね、ゴートレって助かる。この時だけはさ、
末期であること忘れるじゃん。まあそうですね、一緒にやってれば。これよりなんかすげえトレーニングの楽しさってやっぱ冒頭にすると思い出すよね。ありがとうございます。あ、いい、こちらこそ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ラストセットがもう1回、1、限界まで、2、8、4、あー、懸命ですね。マッチョはね、やっぱ弱いところね。すごいよね、サラムスが。あの、ウルヌが上がるじゃん。強いっすね、マジで。ウルヌが上がるじゃん。大丈夫かな。締めて丁寧に、ちょっとプレス要素強いから持ちしっかり開いてさ、ストレッチ、ストレッチ、ちょっと脇閉じて、ね、上に開くとこういっちゃうんですよ、はい、いい感じで、そう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 、ストレッチ、ストレッチ強いし、もっと開く、いい、そう、胸張って、OK、いやーっと開く、うん。ゾウみたいな関節してる。プレスじゃなかったっす。これやってねえな。バレてる。プレス負け。
うはい、東京ブルマンあと、20日なんですけど、だんだんここ疲れてくるんでね、今週豪トレ週間ということで、1日目は秋田でね、秋田に煽られて今、最後の種目でなんかベンチ160キロやらされてるんだけど、気合いですね、実は160上げないですよ、鬼だね、気合いでいきましょう、だから豪トレっていいんだけどね。電気消し帰ろうか今日は。意地だよやった。すげー。しかもさ今ちょっとズルしたし最後。このままケツ全上げ。上げる前にも戻しましたもんこれ。ちょっとさもう上げるんじゃなくてさ途中までのやつこのままいったでしょ。まずズルした。限界だったもう。さすがに限界だったな。元気玉の原理でコラボしてパワーをもらってオラッって気持ちでトレーニングしていいトレーニングできました。ありがとうございます。ゴートル週間1日目秋人君ありがとうございました。なんかじゃあ最後締めてどうか。俺が締めんすか。じゃあまた次。